はい皆さんこんにちはチームハロンズクローカーです奴隷のテクニカル分析を3分で解説します本日ニューヨーク市場の見通しとなりますまずは結論から4時間足ボリンジャーバンド一目均衡ギを強い上昇トレンド進行中ストキャスティックス強い買い回収なりが転倒ということで4時間足ベース顕著な推移を予想しておりますそれではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します はい、まずは4時間足ボリンジャーバンドトレンドの方向性を示す赤い点線21本移動平均線、鋭角に上昇ローソーカアといいますとプラス2シグマラインを上抜けトライ中ということで4時間足ボリンジャーバンド強い上昇トレンドが進行中です4時間足ストキャスティックス、回イシグナルが点灯さらには %D、スロー D2 つのラインが鋭角に上昇しております強い回イシグナルが点灯中です はい、4時間足一目均衡表です。形状から言うと上昇トレンドの形状、さらには短期商の赤いラインの転換線、中直期仕の青いラインの基準線直近の動きを示す。紫のラインの地行線、3本とも鋭角に上昇、総合的に判断しますと、4時間足一目均衡表強い上昇トレンドが進行中ということです。はい、それでは本日ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介します。ただ、今からご紹介するサポートレジスタンスはあくまでも介入がなかった場合の時ということです。まずはサポートライン。 ボリンジャーバンドプラ,、えー、プラスシグマラインレベル150円の2丸レベル150円の2丸レベルと考えております続きましてレジスタンスラインです152円ちょうどレベル152円ちょうどレベルと考えております はい本日、ニューヨーク市場の予想レンジ、150円の2万レベルか、152円ちょうどレベルということです。ポイント、ドル買い加速、ニューヨーク時間に152円台ということで、まずはチャート形状から、はい4時間足、ボリンジャーバンド1問金広表、強い上昇トレンド進行中、4時間足、ストキャスティックスは、 強い買い資金流れが点灯ということで、はい、えーとドル円ですね。本日ニューヨーク時間帯チャート形状的には堅調な推移が予想されます。もう一度ポイントに戻ります。ドル買い加速、ニューヨーク時間に152円台ということで、かなりドル円の上昇スピードが早いということです。はい、昨日は150円のアタックの時はかなり神経質な動きをしておりましたが。 本日ですね、本日のドル円の上昇スピードは、もうあの介入がないって決め打ちしてる。みたいな買い方あの、上昇の仕方をしております。はい、このまんまですね、はい。何もなければ、入浴時間帯に152円台も可能かなと考えております。ただですね、あの神田財,財務官があの口を酸っぱく。あの水,準水準ではなく、ボラティティとおっしゃっておりますので、このマーケットスピードの。 ことを考えますともしかしたら介入も起こりうるのかなという感じがしておりますあとはリスクシナリオとしましてははい本日はえっ、ー、と金曜日ということで週末を前にポジション調整的な動きもあるのかなという感じもしておりますはいいずれにしましてもニューヨーク時間 かなり動く可能性が高いと考えております。はい、そういうことでドル円ですね。本日ニューヨーク市場におきましては、堅調な推移を予想されます。お取引をされる際にはご注意ください。本日は以上となります。